秋田南農業協同組合は、かつて、秋田県小賀市、脇本脇本に本所を置いていた、農業協同組合。愛称は、JA 秋田南。小賀市全域と片上市の旧天皇町地域を、業務エリアとしていた。小賀市所は、小賀市、脇本脇本にある本所とブランチ・イン・ブランチとなっていた。2018年4月をめどに、 新秋田農業共同組合及び秋田古島農業共同組合と合併し、秋田生ハゲ農業共同組合となる予定としていたが、秋田古島農業共同組合の子会社の負債処理の関係から秋田湖東の合併を見送る方針となり、2018年4月、新秋田が党組合を吸収する形で、秋田生ハゲ農業共同組合を先行発足させ、 その後数年かけて、秋田小東の負債処理に、目処が立った時点で、秋田生ハゲ農業共同組合が、秋田小東を吸収する方針に変更することになった。合併後、従来の4支所は、支店となり、経済事業の各拠点が、グリーンセンターに、キューバライト支所跡地に所在した、営農経済部は、小賀地区営農センターとして、 合併前の遠組合管館内の営農部門を干渉する拠点に再編された。ありがとうございます。